温泉楽しみですね。そうですけど、ちゃんと男湯と女湯は分かれていますから、安心してください。信長様がちゃんと考えてくださったんですよ。あなたも気兼ねなく入れないと意味がないからって。ええ、さすが信長様ですよね。あっという間に壁や仕切りを手配して男女別で入れるようにしたんですから。もちろんお礼は言った方がいいです。でも温泉を楽しむことが何よりのお礼になるとも思いませんか。そうですよ、あなたに楽しんでもらいたくてしたことなんですから。だからまずは温泉に行きましょう、僕と一緒にね。信長様にお礼を言えましたか。そう言っていただけたなら信長様も喜んだでしょうね。喜ぶに決まってます。だって、こんな風にお礼を言われたら信長様も嫌な気持ちはしないだろうな。でも彼女は気がつかないだろうから。そんな風に笑ったらダメですよ。可愛いからです。からかってなんていないですよ。そんな可愛い笑顔でお礼を言われたら男は悪い気はしないって話をしてるんです。だから笑わないでください。僕が嫌だからダメなんです。とにかくその可愛い顔は誰にでも見せていいものじゃないです。できれば僕だけに見せてほしいって。